サクソフォン、またはサクソフォン、サキソフォンは通常は真鍮製で単行マウスピースを使って演奏される木管楽器の一族である。口語ではサックスと略称で呼ばれる。ほとんどのサクソフォンは真鍮で作られているものの金管楽器のようにマウスピースのカップの中で唇を振動させるのではなくリードを振動させて音を出すため。 木管楽器に分類される。他の木管楽器と同様に、銅管の有効調を変えて、気中の共鳴周波数を制御するために、銅管の穴を覆うことで、演奏される音向を制御する。奏者はキーを押すことで穴を塞ぐ、あるいは開放する。サクソフォンは、クラシック音楽、軍楽隊、マーチングバンド、ジャズ、現代音楽で使用されている。また、独奏楽器よび、 戦立楽器として、あるいはロックンロールやポピュラー音楽のいくつかのスタイルでは、ホーンセクションの一員としても使用される。1840年代初頭に、ベルギーの楽器製作者、アドルフ・サックスによって、最初のサクソフォーンが発明されて以来、サクソフォーン族内の異常及び調律の基準によって、区別される様々な楽器群が生み出されてきた。 サックスは1846年6月28日にサクソフォーンの特許を取得した。それぞれのグループは音高によって並べられた楽器で構成されており、調は交互になっている。標準音高が B と E のグループがすぐに支配的になり、今日見られるほとんどのサクソフォーンがこれらのグループに属する。標準音高が C と F の楽器は定着することはなく、 サックスによって制作された楽器のごく一部に止まる。A イコール 440Hz の基準よりも高く、調律されたハイピッチサクソフォンは、屋外での使用に適した音質のために20世紀初頭まで生産されていたが、現代の調律では演奏できず、時代遅れと考えられている。ローピッチサクソフォンは、現代の楽器と同等の調律がされている。 C ソプラの及び C メロディサクソフォーンは20世紀初頭に応接管楽器としてカジュアルな市場向けに生産された。F 管のサクソフォーンは1920年代後半に導入されたが受け入れられることはなかった。現代のサクソフォーン族は歴史的な楽器や実験的な楽器はともかく BE シリーズの楽器のみで構成されている。最も広く使用され、 入手可能なサクソフォンは、ソプラノ、アルト、テナー、およびバリトンサクソフォンである。1840年代に、ベルギーの管楽器製作者、アドルフ・サックスが、バスクラリネットの改良中に、円錐管の魅力に注目したのをもとに考案された、楽器。1846年に特許を取得している。サクソフォンの名は彼にちなむ。もともと吹奏楽団における、 木管楽器と金管楽器の橋渡しを目的に開発された。構造上、木管楽器に分類されるが、真鍮を主とした金属で作られており、木管楽器の運動性能の高さ、金管楽器のダイナミックレンジの広さを兼ね備えている。新しい楽器の恩恵として洗練された運指発音の容易さは他の水槽楽器に類いがない。 クラシック音楽から、ポップス、ロック、ジャズに至るまで、様々な分野の音楽で用いられる。特に吹奏楽や、ビッグバンドには欠かせない存在である。還元楽では使用されることは少ないが、曲によっては使用される場合もある。ソプラノ、アルト、テナー、バリトンの4本のサクソフォンで演奏されるサクソフォン四重奏は、 クラシカルサクソフォーンの代表的な合奏形態の一つであり、そのために作曲された曲も多数存在する。メディアを再生する代々木公園でサクソフォーンを練習する男性変の長長の音階を演奏した時のソプラノ、アルト、テナー、バリトンの伝統的なキー音域。様々なサクソフォーンのキー音域では音高は浅い皿がついたキーによって制御される。 皿の内側は、男を塞ぐ革製、担保が固定されている。男を塞ぐことによって、ボア内の気中の共鳴帳が制御される。男とマウスピースの間に位置する、ベントホールと呼ばれる、小さな穴は、オクターブキーによって解放される。ベントホールが解放されると、音向を決定する。 周波数として第一倍音を残したまま基本周波数を消去することによって音高が1、オクターブ上がる。ほとんどの現代サクソフォンは低い B を出すためのキーを持つ。現代バリトンサクソフォンは一般に低い A まで演奏可能である。また、低い A まで演奏可能なアルトサクソフォンが生産されたこともあった。キー操作で出すことができる最高音は 伝統的に低い B の2オクターブ半上の F であるが、最近のほとんどの演奏会用楽器のキーオニーキは F まで拡張されている。現代ソプラのサクソフォンでは、ハイジーキーを持つものも、ごく一般的である。F より、上の音は、アルティッシモ音域の一部であると考えられ、高度なアンブシュア技術とウ指ンシの組み合わせを使って出すことができる。現代サクソフォンは、 アルティッシモの演奏を手助けする、キー機構を備えている。現代のサクソフォン奏者は、テナーとアルトにおいて、音域を4オクターブ以上にまで拡張してきた。ほとんどのサクソフォンのための音楽は大抵、高音部記号を使って表記される。すべてのサクソフォンが、譜面上の音高を出すために、同じキー配置及び運指を使用するため、音楽が適切に移調されているときに、 能力のある奏者が様々なサイズを持ち帰ることは難しくはなく多くの奏者が行っている。バリトンとアルトはいい管であるため奏者は低音部記号で表記されたコンサートピッチの音楽を調合に3つのシャープを加えることによってあたかも高音部記号であるかのように読むことができる。この過程は音ぶちかと呼ばれバリトンホルン、ファゴット、ユーフォニアム コントラバス、トロンボーン、チューバのために書かれたパートを、いカンの楽器で演奏することが可能になる。これは、バンドあるいはオーケストラでこれらの楽器が不足している場合に有用かもしれない。教育用作ソフォーン。図は、低音ホールが左手側にある、いわゆる、インラインで、現在では、右手側にある、オフセットが主流である。 まっすぐなソプラノよびソプラニーのサクソフォーンはマウスピースの反対側の端に広がったベルを持つまっすぐな円錐形ボアで構成されている。あるとよびより大型のサクソフォーンは最も高い男より上部に取り外し可能な暗極したネック、ボアを上に向ける U の字型の棒、ベルを前方に向けるベルの喉のカーブを含む。ベル付近のカーブは サクソフォー音属固有の特徴であり、ソプラノやソプラニーノでさえもこのカーブ様式で作られることがある。バリートン、バス、およびコントラバスサクソフォーンは、本体とマウスピースの間の追加の棒と直角の曲げを使って、ボアの長さに対応している。左手は、同管の上側部分のキーを操作し、右手は、下側部分のキーを操作する。右手親指は、 サムフックの下に位置し、左手親指はサクソフォーンを安定させバランスを取るためにサムレストの上に置かれるか、オクターブキーを操作する。ほとんどのサクソフォーンの重量は、右手親指と楽器の胴体の背面にあるストラップリングに取り付けられたネックストラップによって分担される。より小型の楽器では、比較的多くの重量が親指によって支持される。キーは、 男上のパッドの位置を制御するカップ、レバー、及びピボットからなる。操作されていない時に開いているキーもあれば閉じているキーもある。これらはバネによって、それぞれの位置に保持されており、指、または手の大圧力によって操作される。キーは、パッドカップに直接、または、パッドカップに直接あるいは、リンケージと呼ばれる連結部で接続されたレバーを、 使ったキータッチへの大圧力によって作動するキーカップとピボットとの間のレバーはキーアームと呼ばれる。サクソフォンの運指はオーボエの運指とベームシステムの組み合わせでありフルートの運指あるいはクラリネットの高音域の運指と似ている。スタックキーはそれぞれの手の親指、人差し指、および中指で操作されややへこんだボタン型のキータッチが それらが制御するパッドカップと同じ動きで操作される。スタックキーはレギュレーションバーを呼びブリッジアームリンケージでより高いスタックキーを連結される。キーボタンは直接な下向きの指による大圧力でキーを操作するときには優位性があるが他の指や手の動きでキーを操作する場合には不利になるためそのような動きで操作されるキーでの使用は サックスの設計の進化とともに減少していった。左手によって操作される、パームキー及び、フロント F キー、並びに右手によって操作される、ハイ F、ハイ F、及び、ハイ G キーは、キー音域の上側の端を制御し、アルティッシュもオモベントするために使われる。右手によって操作される、半音キーは、スタック音域内の F、B、よび、 C のための代替運指を提供する。右手と左手の薬指はキーを開いて音高を半音上げたり楽器の低音域に向けてキーを閉じる。薬指によって操作されるキーはテーブルキーと呼ばれる。漏えンを出せる楽器はこの音用の左親指キーを持つ。1920年代初頭以降に生産されたサクソフォンでは 左手テーブルから操作される G キーは G 作動機構への大圧力に関わらず、カブスタック上のキーを閉じることで閉じられる。この機能により特定の音程の速度と演奏しやすさを大きく上昇した。これによって、より下側のスタックキーが大圧されている時に、キーが開いたままになるダイレクト G アクションを持つサクソフォンは時代遅れてみなされるようになった。 現代の左手テーブルも G キーとロー C、B および B を連結し、それらのキーのいずれかが応圧され、右手スタックキーが応圧されていない時に G キーが開く。それは楽器の低音域に近い特定の音程を演奏する上でも大きな利点を与える。ヴィンテージ楽器を演奏するために連結式の G の利点を惜しむ奏者もいるが、 フロント F キーとスタック連結 G キーは本格的な奏者によって決定的に重要な機能とみなされている。サクソフォンは代償様々な楽器があるが、それぞれの楽器はほとんど掃除な形状をしている。サクソフォンの管はマウスピースに近い方からベルに近い方に向かって、ほぼ一定の割合で太さが増しており、全体として円錐状になっている。 このためサクソフォンは、整数倍の倍音を出すことができ、快感楽器に分類される。一方、構造上サクソフォンに、最も近い楽器であるクラリネットは、管の太さがほぼ一定の円柱状であるためたま、数倍の倍音がほとんど発生せず、閉感楽器に分類される。この快感楽器であることを双方に応用する、例として、オーバートーンとアルティッシモが挙げられる。 喉の開き、口腔内、アンブッシュは、通常とは異なる運詞を、総合的に変化させ、リードの振動を、通常の状態より多くすることで倍音を発生し、通常運詞の大幹よりも、さらに高音を出すことを可能にしている奏法である。二十世紀後半までは主にジャズ系の奏者が、アドリブの中で多用する奏法であったが、二十一世紀に、入ってからは、クラシック奏者も、 演奏の幅を広げるために利用しており、またそのような現代曲も多数書かれている。ソプラニーノ及びソプラノは一般にほぼまっすぐの直感である。一方、アルトからコントラバスまでは管の長さが長いため、一般には何回か管が曲げられた曲管の形状をしている。管の折り返し部分はその形状から U 字管と呼ばれる。 カーブドソプラノと呼ばれる曲感のソプラノやストレートアルト、テナーと呼ばれる直感のアルト、テナーも存在するが、生産本数はそれほど多くない。缶が直感であるか極感であるかは音色にも大きな影響を与える。サクソフォンの最初期の頃からボディやキーカップは複雑な形状にも対応できるように、真鍮の板材から作られていた。 機械的なキー装置は他の携帯の新鍮材から手工具で作られたまたは機械加工された部品から組み立てられる。キングは1930年代に純銀製のネックとベルを持つサクソフォンを発表し、1960年代初頭にもこのシルバーソニックスキームを継続した。柳沢は1980年代にこのスキームを復活させ、後に 純銀製の楽器を全面的に導入した。カイルベルトとピーモーリアは一部のサクソフォーンモデルのボディのために用銀を使用してきた。視覚的なラビに音色への効果のため、動眼量の高い真鍮がより一般的なイエローブラスやカートリッジブラスの代わりに使われることもある。柳沢の900に及び992シリーズの サクソフォンは、新中製の901よび991モデルに、比べて、よりビンテージ感のある暗い音色を実現するために、同眼量の高いの輪製度を使用している。様々なブランドから高同眼量、合金製サクソフォンが販売されている。1920年以降、ほとんどのサクソフォンは、スタックキーを操作する、交換可能なキーボタンを持つ。 これらは大抵は、樹脂製あるいは、真珠派派製のいずれかである。一部のサクソフォンは、アワビ、石、または木製のキーボタンを持つ。一部の高級モデルでは、他のキーの突型キータッチを形成するために高価なキーボタン素材を使用している。キー装置のヒンジが旋回する軸及びスクリューピン、並びにキーを、 休止位置に保持する針バネおよび重ね板バネは大抵、ブルーイング処理された構成あるいは、ステンレス構成である。フェルト、コルク、革、よび様々な合成素材の干渉剤が、キーの動きからの摩擦を低減し、機械的ノイズを最小化するため、有益なパッドシーリング、イントネーション、スピード、感覚のためキー装置の動作を最適化するために使用される。 溶銀はその機械的耐久性からヒンジに使用されることがあるものの、こういった部品のための最も一般的な素材は、真鍮のままである。動眼量の高いボディを持つサクソフォンも、空ら,らの合金と比較して、真鍮の機械的特性がより適しているため、真鍮製のキー装置を持つ。最終的な組み立ての前に、メーカーは通常、ホーンの表面に仕上げを施す。 最も一般的な仕上げは透明なあるいは着色されたアクリルラッカーを薄く塗ったものである。黒色や白色のラッカー仕上げもある。ラッカーは真鍮を酸化から保護するために働き、その輝きを維持する。銀メッキ、または金メッキは一部のモデルで高級オプションとして提供されている。一部の銀メッキサクソフォンもラッカー塗装される。サクソフォンの金メッキは 金を定着させるために銀による下地メッキが必要なため高価な処理である。ニッケルメッキは低予算モデルのサクソフォンのボディに使われており、ラッカーよりも耐久性の高い仕上げが求められる時に一般的に使用される。鏡面仕上げが一般的だが、艶消し仕上げのもの、アンラッカー仕上げなどバリエーションが存在する。近年、母材の科学的表面処理が ラッカーやメッキに代わるものとして使用されるようになってきている。一部のサクソフォン奏者、小売店、修理技術者は、ラッカーやメッキの種類が、楽器の音色に影響を与える要因になるのではないかと主張している。艦隊とキーシャフトなどのパーツ群を別色にメッキすることにより、より装飾としての見栄えを高めることを狙った楽器も販売されている。 テナーサクソフォンのマウスピース、リガチャー、リード、およびキャップサクソフォンは、クラリネットのものと似た、シングルリードマウスピースを使用する。それぞれのサイズのサクソフォンは異なるサイズのリードと、マウスピースを使用する。ほとんどのサクソフォン奏者は、断地区から作られたリードを使用するが、20世紀半ばからは、繊維強化プラスチックや、 その他の複合材から作られたリードも作られている。サクソフォンのリードは、クラリネットのリードとはわずかに違ったプロポーションで、同じ長さに対して、幅が広い。リードは、様々なブランド、スタイル、及び、強度のものが市販されている。サクソフォン奏者は、強さや、素材の異なるリードを使って、どの強さやカットが、自分のマウスピースやアンブッシュア、整理、 演奏スタイルに合っているかを実験する。マウスピースの設計は音色に重大な影響を与える。異なる演奏スタイルには異なる設計特性、特徴のマウスピースが好まれる傾向がある。初期のマウスピースはクラシック演奏のための温かみのある、丸みのある音を出すために設計された。クラシックのマウスピースの中でも大型のチャンバーを持つものは アドルフ・サックスの原初の設計に忠実である。これらは、クラシック演奏のラッシャー派に好まれる、より柔らかな音色を与える。マルセル・ミュールに影響されたクラシック演奏の、フランス派に従う、サクソフォン奏者は、工事のバイオンを、比較的多く含む幾分、明るい音色のために、一般的により小さなチャンバーを持つマウスピースを、使用する。 1920年代以降のダンス楽団やジャズアンサンブルでのサクソフォンの使用はダイナミックレンジと到達性を重視し、これによってマウスピースのチャンバー形状や先端デザイン、金属構造に革新をもたらされた。クラシックのマウスピースとは対極にあるのが、チャンバーが小さく、先端とチャンバーの間のリードの上のクリアランスが低いもので、ハイ、バッフルと呼ばれる。 これらは最大のプロジェクションを持つ明るい音を生み出し、アンプに接続された楽器の中で音を際立たせるのに適しており、現代ポップスやスムースジャズで一般的に使用される。マウスピースは下流ゴム、樹脂、および制度あるいは外科用ステンレスコートいった金属など多種多様な素材で作られる。これまで使われたあまり一般的でない素材には木、ガラス、 水晶、磁気、骨がある。最近、デルリンが、マウスピースの素材に加わった。マウスピース素材のサクソフォンの音色への影響は、これまで多くの議論の対象となってきた。ラリーティールによれば、マウスピースの素材は音に、たとえあったとしても、わずかしか影響を与えず、物理的な寸法が、マウスピースに音色を与える。暗くなる、金属製のマウスピースや、 明るくなる硬質ゴム製のマウスピースの例がある。金属に比べて、硬質ゴムの合成が低いため、金属を使うよりも、音色やレスポンスに影響を与える設計特性が、制限される。硬質ゴムの先端付近に必要とされる、追加体積が、口の位置や気流特性に影響を与える。最近では、ネックコルクに入る。 シャンクの上のマウスピースの質量を増やすことが、マウスピースとネックの接続部を安定化することによって、バイオン列の完全性を高めるための設計要素となっている。シャンク重りは、共鳴と到達性を高めるために、一部のデルリン製マウスピースで使用されている。高質ゴムのボディと、がっしりした金属製シャンクを採用した他のハイブリッド型設計も、 同様の質量分布を持っているものの製品説明では音の特性への寄与は強調されていないアドルフ・サックスサクソフォンの発明者サクソフォンはベルギーの楽器製作者フルート奏者クラリネット奏者であったアドルフ・サックスによって1840年頃に設計されたディナ生まれで元々はブリュッセルを拠点としていたサックスは 楽器事業を起こすために1842年にパリへ移った。サクソフォンに取り組む前、サックスはバスクラリネットのキー装置と音響を改善し、低音域を拡張することによっていくつかの改良を行った。サックスはオフィクレードの製作者でもあった。これら2つの楽器での経験によって、最初のサクソフォンを制作するために必要な技能と技術を磨くことができた。 バスクラリネットを改良した仕事の副産物として、サックスは、金管楽器の到達性と、木管楽器の俊敏性を合わせ持つ楽器の開発を始めた。サックスは、オーバーブローイングで12度音程が上がる。クラリネットとは異なり、オクターブでオーバーブローイングすることを望んだ。オクターブでオーバーブローイングする楽器は、両方の大域で、同一の運指を有する。サックスは、 シングルリードマウスピースと真中性、円錐形同感を持つ楽器を作り上げた。1840年代初頭には、複数のサイズの作ソフォーも製造しており、1846年に1月28日に、この楽器について15年間の特許を申請し、取得した。この特許は、ソプラニーノからコントラバスまで、基本設計の14の方を網羅していた。 限られた数の F と C の調整を持つ楽器が、サックスによって生産されたが、E と B の調整を持つ方がすぐに標準となった。当初は、すべての楽器で、高音部不評の5線の下の B から5線の上の3本目の、下線の半音下の E までの大幹が書かれており、それぞれのサクソフォンの大幹は2オクターブ半であった。サックスの特許は1866年に執行した。 その後、膨大な数の他の楽器製作者が、サクソフォンの設計とキー装置に、自身の改良を実装した。左手は、トリエベール第3型を覚え、右手は、ベームクラリネットを参考にしたサックスの原初のキー、装置は、あまりに単純で、特定のレガートパッセージや広い音程を指で、演奏するのが極めて困難であった。このシステムは後に追加キー、連結機構、 いくつかの音程をより簡単にするための代替運指などによって発展していった。サクソフォンの開発の初期には上のキー音域は E、さらに5000の上の F まで拡張された。1880年代、サクソフォンのための楽譜はロービーから F の音域で書かれた。1887年、ビュッフェクランポン社がベルの延長と音域を B まで。 半音下に拡張するための追加キーの追加に関する特許を取得した。この拡張は現代のほとんどの設計において標準となっている。バリトンサクソフォンは例外でさらにロー A まで音域が拡張された。最高音が F の高音域は現代サクソフォンでアルティッシモ F が一般的となるまでの一世紀近くにわたって標準であり続けた。 1840年代と1850年代、サックスの発明は、小さなクラシックアンサンブルにおいてや、独創楽器として、また、フランスとイギリスの軍楽隊において使われるようになった。サクソフォンの教則本が出版され、サクソフォン指導が、フランス、スイス、ベルギー、スペイン、および、イタリアのコンセルバトワールで提供された。1856年までに、 ギャルド・レピューブリケーヌ管弦楽団は8本のサクソフォーンを編成に含んでいた。サクソフォーンは管弦楽曲においても実験的に使われたが、オーケストラの楽器として広く使われるようにはならなかった。1853年から1854年にルイ・アントワーヌ・ジュリアンのオーケストラは、米国コンサートツアーでソプラのサクソフォーンを一員として加えた。 ヨーロッパのクラシック音楽界からの関心と支持を受けていた初期の時期を経て19世紀終わり頃には彼らのサクソフォーンへの関心は薄れていった。パリ音楽院では1870年から1900年までサクソフォーンの教育が中断されその間クラシックのサクソフォーンレパートリーは停滞した。しかしこの時期に第22連帯楽団のリーダーであるパトリック・ギルモアと オランダからの移住者であり、サックスと家業の関係を持つ、サクソフォーン奏者のエドワード・エール・フェーブルの努力によって、サクソフォーンがアメリカで普及し始めた。ル・フェーブルは、イギリスのオペラ団のクラリネット奏者として着任した。あと、1872年初頭に、ニューヨークに移住した。ギルモアはその夏、ボストンで開催された、世界平和記念国際音楽祭を主催した。 ギャルド・レピュブリケーヌ還元楽団が演奏を行い、ルフェーブルはその催し物のためのグレート、フェスティバルオーケストラのクラリネット奏者として参加した。1873年秋、ギルモアはギャルド・レピュブリケーヌ還元楽団の影響の下で第22連帯楽団を再編成し、前年にニューヨークでサクソフォン奏者としての名声を確立していたルフェーブルを採用した。 ギルモアの楽団はすぐにソプラノアルとテノアバリトンのサクソフォーンセクションを編成し、サクソフォーンセクションは始終相談としても演奏を行った。ギルモアとルフェーブルの連携は1892年にギルモアが亡くなるまで続いたが、その間、ルフェーブルは様々な規模や楽器編成のより小規模なアンサンブルで演奏し、作曲家と協力して、 サクソフォーンのための軽快なクラシックやポピュラーのレパートリーを増やした。ルフェーブルのその後の促進活動はサックスの普及に極めて大きな意味を持った。1880年代の終わり頃からルフェーブルは金管楽器メーカーの CG コーンに助言を求め高価で手に入りにくく機械的に信頼性の低いヨーロッパの楽器に代わる改良型のサクソフォンを開発し アメリカ市場向けに生産を開始した。1890年代初頭には、コーンとその分社である、ブッシャーマニュファクチャーリングカンパニーで、サクソフォーンの定期的な生産が開始され、サクソフォーンがアメリカで、飛躍的に入手しやすくなった。ルフェーブルは、音楽出版社、カール・フィッシャーと協力して、サクソフォーンのためのトランスクリプション、編曲、 および、オリジナル作品を配布したり、コーン音楽院と協力して、アメリカでのサクソフォーン教育の発展に尽力した。ルフェーブルとコーン社、フィッシャーとの関係は20世紀の最初の10年まで続き、フィッシャーは、死後も、ルフェーブルの作品を新たに編曲したものの出版を続けた。サクソフォーンは、クラシック音楽の世界では重要性が取るに足らない、ままで、 主に目新しい楽器とみなされていたが、20世紀初めの数十年間には、サクソフォンのための多くの新しい音楽的ニッチが確立された。世紀の変わり目には、ボードビルやラグタイム楽団での初期の使用が、ダンス楽団、そして最終的にはジャズでの使用の基礎を築いた。アメリカでは、サクソフォンの市場が拡大するにつれ、製造業も成長した。 1905年から1912年にかけて、マーチンバンドインストゥルメントカンパニーが、サクソフォンの製造を開始し、1916年には、クリーブランドバンドインストゥルメントカンパニーが、H.M. ホワイトカンパニーとの契約の下で、サクソフォンの製造を開始した。ピアノと同じ楽譜、同じ調で演奏するためのシーソプラのおよびシーメロディの導入により、 カジュアル市場向けにサクソフォーンを販売促進した。このような楽器の生産は大恐慌の間に止まった。1920年代にはフレッチャー・ヘンダーソン・オーケストラやデューク・エリントン・オーケストラの影響を受けてサクソフォーンがジャズ楽器として使用されるようになった。1920年代後半から1930年代初頭にかけて 主にマルセル・ミュールとシーグルト・トラッシャーの努力によりクラシックサクソフォンの近代化が始まりサクソフォンのためのクラシックのレパートリーが急速に拡大した。よりダイナミックでより技術的に要求される演奏スタイルにサクソフォンが使用されたことがキー装置と音響設計の改善の動機を与えた。 初期のサクソフォンは、アルトやより大型のサクソフォンに必要な二つのオクターブベントを制御するために、左手の親指で操作する二つの独立したオクターブキーを持っていた。世紀の変わり目のキー装置の大きな進歩は、左手の親指を使って一つのオクターブキーで二つのオクターブベントを操作する機構の開発であった。キー装置の人間工学に基づいた設計は、 1920年代から1930年代にかけて急速に進化した。1920年代にはハイイと F の代替運指に対応したフロント F 機構とスタックリンク G キーアクションが標準となり、その後 G とベルキーを制御する左手テーブルキー機構の改良が行われた。 1920年代から1930年代にかけての新しいボア設計は、優れたイントネーション、ダイナミックレスポンス、音色の質の向上の探求からもたらされた。1920年代は、ブッシャーのストレートアルト及びテナー、キングサクソロソプラノ、F 感の CG コーンメゾソプラノサクソフォーン、イングリッシュホルントのハイブリッドであるコンを、 サックスサクソフォーンといった設計の実験の時代でもあった。サックスの現代的な配置設計は1930年代から1940年代にかけて登場し、まずバリトンでは CG コーン、アルトとテナーではキングが右側のベルキーを導入した。左手テーブルの機構は1936年に セルマー社がバランスドアクション楽器で革命を起こし、右側のベルギー配置を採用しました。1948年、セルマー社は左右のキーをオフセットしたスーパーアクションサクソフォーンを発表した。セルマーが最終的なレイアウトを考案してから30年から40年の間に、この配置設計は学生からプロのモデルまでほぼ全てのサックスに採用された。 ハイエフキーはバランスドアクションモデルのオプションとして最初に導入されたが初期の実装ではイントネーションに悪影響を与えると認識されていたため受け入れられるまでに数十年を要した。香港でサクソフォーンを演奏する米海軍第7艦隊音楽隊の水兵。サクソフォーンの音響的性格からクラシックのみならずジャズやポップス。 映画や劇とものサウンドトラックで使用されることも多い。西洋音楽ではその音色と機能性を活かした独奏曲や還元楽への使用例が特に近代音楽以降多く見られるようになった。フランス語圏は比較的早期にこの楽器を好んだようだが、ドイツ語圏は戦後まで遅れた。サックスは最初に軍楽隊で人気を博した。ドイツでは当初は無視されていたが、 フランスやベルギーの軍楽隊はいち早くこの楽器をアンサンブルに取り入れた。ほとんどのフランスやベルギーの軍楽隊は少なくとも E バリトン、B テーマー、E アルト、B ソプラノからなる4人組のサクソフォーンを編成に含んでいる。これらの4つの楽器はサクソフォーンの中で最も人気があることが示されてきた。E コントラバスと B バスは通常非現実的な 大きさで、い、e、いソプラニーノは、力強さが不十分であると考えられている。イギリスの軍楽隊では、最低でも二人のサックス奏者をアルトとテナーに配置する傾向がある。サクソフォーンは、コンサートバンドに導入され、大抵は、E、アルトサクソフォーン、B、テナーサクソフォーン、E、バリトンサクソフォーンが求められる。コンサートバンドでは、アルトが二人。 テナーが一人、バリトンが一人の場合もある。また、B、ソプラノサクソフォンを使うこともあるが、その場合は、第1アルトサクソフォン奏者が演奏する。B、バスサクソフォンは、一部のコンサートバンド音楽で、使用されている。サクソフォンは、サクソフォン四重奏や、その他の室内学の編成で使用される。クラシックのサクソフォン四重奏は、B、 ソプラノサクソフォーン、E、アルトサクソフォーン、B、テナーサクソフォーン、E、バリトンサクソフォーンで構成される。時折、ソプラノが第二アルトサクソフォーンと入れ替わることもある。プロのサクソフォーン始終相談の中には、ジェームズ・フェイのアルトカルテットのように、非標準的な楽器編成を取り入れたものもある。サックスを知るフランスの作曲家を中心に、 SATB 気楽編成法のための19世紀に遡るクラシックの作曲と編曲のレパートリーがある。しかし、サクソフォーンのための室内楽作品の大部分は、1928年にマルセル・ミュールによって開始された近代クラシックサクソフォーンの時代のものである。シグルート・ラッシャーは、1931年からオーケストラ作品においてソリストとして活躍し、 現代クラシックサクソフォーのレパートリーの発展にも大きく貢献した。ミュール四重相談はそのメンバーが示した技術水準の高さと近代四重奏レパートリーの発展に中心的な役割を果たしたことから四重相の原型であると考えられている。しかしミュールのアンサンブルよりも前にも組織された四重相談は存在した。その代表的な例は 1873年から1893年にかけてパトリック・ギルモアの第22連帯楽団の一部だったエドワード・エール・フェーブルが率いた始終相談である。20世紀と21世紀にはサクソフォーンの公共楽団での人気が高まった。また、オペラや合唱などのジャンルでも使用されてきた。多くのミュージカルの楽譜にはサクソフォーンのパートが含まれており、 時には、他の木管楽器や金管楽器と持ち帰ることもある。サクソフォンの作品修作ソフォン、四重奏曲修作ソフォンを使った、室内楽曲修作ソフォンを使った、管弦楽曲修作ソフォンを使った、オペラ及びミュージカル修作ソフォンは吹奏楽の標準的な編成に含まれる。例えば、アルフレッド・リード作曲、アルメニアン・ダンス・パート1の編成は、あると。 テナー、バリトン、バスを含む SS ストックホルム第369不評連帯楽団とリーダーのジェームズ・リース・ユーロップ中佐世紀の変わり目にアメリカでサクソフォンが普及したのと同時にラグタイム音楽が台頭したラテン系やアフリカ系アメリカ人のリズムの影響を受けたラグタイムのシンコペーションを特徴とするバンドは アメリカの文化的景観の中で刺激的な新しい特徴であり、新しいダンスのスタイルの基礎を提供した。ラグタイムを演奏するブラスバンドの中で最もよく知られているのは W.C. ハンディとジェームズ・リス・ユーロップが率いるサクソフォーンを含んだバンドであった。ユーロップの第369不評連帯楽団は1918年のツアー中にフランスで ラグタイムを広めた。ラグタイムの人気に続いて、1920年代には、ダンスバンドが台頭してきた。サクソフォーンは、同時期にボードビルショーでも使用された。ラグタイム、ボードビル、ダンスバンドは、アメリカの多くの人々にサクソフォーンを紹介した。ルディ・ウィードフは、この時期に最も有名なサクソフォーンスタイリスト、ビル・トオーとなり、1920年代の、 サクソフォーン熱をもたらした。ジャズ楽器としてのサクソフォーンの台頭は、1920年代、初頭にダンスバンドに広く採用されたことが、きっかけとなった。1923年に結成された、フレッチャー・ヘンダーソン・オーケストラは、即興演奏をバックアップするための編曲を行い、ジャズの最初の要素を大規模なダンスバンドのフォーマットにもたらしました。 フレッチャー・ヘンダーソン・オーケストラの革新的な演奏に続き、デューク・エリントン・オーケストラや、ジーン・ゴールド・ケットのビクター・レコーディング・オーケストラでは、サクソフォンや、その他の楽器を使った、ジャズソロを披露した。ダンスバンドとジャズの結びつきは、1930年代のスイング・ミュージックで頂点を迎えた。1930年代のスイング・バンドの影響を受けた。 大規模なショーバンド形式は、第二次世界大戦後、人気ボーカリストや、ステージ賞のバッキングとして使用され、ビッグバンドジャズの基礎となりました。サクソフォーンセクションを持つショーバンドは、戦後のテレビ番組にも出演した。ジャズ初期に、最も影響を受けたサクソフォーンのスタイリスト、コールマン・ホーキンス。コールマン・ホーキンスは、 1923年から1934年にかけてフレッチャー・ヘンダーソンと共演した際にテナーサクソフォンをジャズのソロ楽器として確立した。ホーキンスのアルペジオ、豊かな音色、ビブラートを多用したスタイルはレスター・ヤング以前のスウィング時代のテナー奏者に大きな影響を与えた。彼の影響を直接受けたテナー奏者にはチューベリー、チャーリー・バーネット、 テックス・ベネキー、ベン・ウェブスター、ビド・ムッソ、ハーシェル・エヴァンス、バディ・テート、ドン・バイアスなどがいる。ホーキンスのバンド仲間であるベニー・カーターと、デューク・エリントンのアルトサクソフォン奏者、ジョニー・ホッジスは、スイング時代のアルトスタイルに影響を与え、ハリー・カーニーは、デューク・エリントン・オーケストラで、バリトンサクソフォンを有名にした。ニューオーリンズの奏者、 シドニー・ベシェは1920年代にソプラノサクソフォーンを演奏することで知られるようになった。ベシェは小さな花の作曲者でもある。1920年代にニューオーリンズ・ジャズからシカゴスタイルのジャズが進化していく中でその特徴の一つはアンサンブルにサクソフォーンを加えたことであった。シカゴの小規模なアンサンブルはニューオーリンズや大編成バンドよりも 即興的な自由度が高く、サクソフォーン奏者、ジミー・ドーシー、フランキー・トランバウアー、バド・フリーマン、スタンプ・エヴァンスの革新性を育んでいった。ドーシーとトランバウアーは、テナー・サクソフォーン奏者のレスター・ヤングに、重要な影響を与えた。レスター・ヤングのテナー・サクソフォーンへのアプローチは、ホーキンスのものとは異なり、よりメロディックな、直線的な演奏を重視し、 コード構造を織り交ぜながら曲によって指示されたものとは異なるより長いフレーズを演奏していた。ヤングはビブラートをあまり使わず演奏しているパッセージに合わせて演奏している。音色は1930年代の同時代時によりも滑らかで暗い。ヤングの演奏はアルコーン、スタンゲッツ、ズートシムズ、デクスター・ゴードン、ウォーデル・グレイ、リー・コニッツ、ウォーン・マーシュ。 チャーリー・パーカー、アート・ペッパーなどの現代ジャズ・サクソフォン奏者に大きな影響を与えた。チャーリー・パーカー、ビバップ革命のリーダー。1947年。1930年代後半にレスター・ヤングがカウントベーシー・オーケストラと共演したことや、ホーキンスが1939年に録音した、ボディソウルが人気を博したことで、サクソフォンは、 ニューオーリンズでのジャズの始まりライジャズの代表的な楽器であったトランペットに匹敵するほどの影響力を持つようになった。しかし、サクソフォーンがジャズに与えた最大の影響は、数年後、アルトサクソフォーン奏者のチャーリー・パーカーが何世代にもわたるジャズミュージシャンに影響を与えたビバップ革命のアイコンとなった時に起こった。ビバップや、 ポストビバップのジャズアンサンブルの小グループ形式は、1940年代に、チャーリー・パーカー、ディジー・ガレスピー、セロニアス・モンク、バド・パウエルらが活躍した。1950年代の著名なアルト奏者には、ソニー・スティット、キャノンボール・アダレー、ジャッキー・マクリーン、ルード・ナルドソン、ソニー・クリス、ポール・デスモンドなどがおり、著名なテナー奏者には、レスター・ヤング、 コールマン・ホーキンス、デクスター・ゴードン、ジョン・コルトレーン、ソニー・ロリンズ、スタン・ゲッツ、ズート・シムズ、ラッキー・トンプソン、エディ・ロック・ジョー、デイビス、ポール・ゴンザルデスなどがいた。サージ・チャロフ、ジェリー・マリガン、ペッパー・アダムス、レオ・パーカーは、バリートン・サクソフォンに、ソロ楽器としての注目を集めさせた。スティー・ブ・レーシーは、モダン・ジャズの文脈で、ソプラノ・サクソフォンに、 新たな注目を集め、ジョン・コルトレーンは1960年代にソプラノサクソフォーンの人気を高めました。フュージョン、スムーズジャズミュージシャンのケニー・ジーもソプラノサクソフォーンを主な楽器として使用している。ジョン・コルトレーン、オーネット・コールマン、サムリバース、ファラオ・サンダースといったサクソフォーン奏者は1960年代の前衛的な動きで、 創造的な探求の最前線を定義した。モードジャズ、ハーモロディクス、フリージャズとともに提供された新たな領域はサクソフォン奏者が思いつくあらゆる発明品を使って探求された。前衛運動の影響の一つはサクソフォンにおける非西洋的な民族音楽の探求である。アルトサクソフォン奏者のスティーブ・コールマンやグレッグ、オズビーのように 前衛と他のカテゴリーのジャズの境界線に挑戦するジャンルでも前衛ジャズは影響力を持ち続けている。イリノイジャケー R&B サクソフォーンの初期の実力者。1941年。1940年代のジャンプスウィングバンドはリズムブルースを生み出した。これはホーンセクションとブルースの音色をベースにメロディックな センスで演奏するサクソフォーンの高揚感のある、力強い音色で重くリズム感のあるスタイルを特徴とした。イリノイジャケー、サムブテラ、アーネット・コブ、ジミー・フォレストは、R&B のテナースタイルに大きな影響を与え、ルイ・ジョーダン、エディ・クリーンヘッド、ビンソン、アール・ボ・スティック、ブルムース・ジャクソンはアルトに大きな影響を与えた。R&B サクソフォン奏者は、 後のスカ、ソウル、ファンクなどのジャンルに影響を与えた。ジョニー・オーティスト・レイ・チャールズが、ホーンセクションをフィーチャーし、ザ・メンフィス・ホーンズ、フェニックス・ホーンズ、タワー・オブ・パワーがそのセクションに演奏で名を馳せるようになった。ローエル・フルソン、T ・ボーン・ウォーカー、B ・ B ・キング、ギター・スリムラのシカゴや、西海岸のブルースバンドにも、ホーンセクションが加わった。 スカのローランド・アルフォンソ、モータウンのウィリアム・ムーアラも活躍した。シカゴ、チェース、ブラッド・スウェット・ティアーズといったロックとソウル、ラテンを融合した、ブラス・ロック・バンドは、ホーンセクションをフィーチャーしていた。ボビー・キーズとクラレンス・クレモンズは、ロック・サクソフォンのスタイリストとして活躍した。ジュニア・ウォーカー、キング・カーティス、名刺オ・パーカーは、 ソウルやファンクのサクソフォーンスタイリストとして影響力を持ち、マイケル・ブレッカーやキャンディラル・ファーラに影響を与えた。アフロビートのフェラ・クティ、マヌディ・バンゴラも注目を集めた。サックスによる発明以降、実験的なサクソフォーンやサクソフォーン関連楽器が数多く登場したが、そのほとんどは後方もなくなった。1920年代初頭には、 シカゴのライフルヒューステッド社がスライドソプラのサクソフォンを生産した。1920年代にはいくつかのまっすぐなアルト及びテナーサクソフォンがブッシャーによって生産されたが扱いが面倒で持ち運びが難しいことが判明した。ブッシャー社ではあるボードビル芸人のための目新しい楽器として一本のストレートバリトンサクソフォンを特注で制作した。 CG コーンは1928年から1929年にかけて、コンオーサックスと F 感のメゾソプラのサクソフォーンの2つの新しい編集を発表した。サクソフォーンのボアとキーにヘッケルフォンに似た形のベルを組み合わせた、この楽器はイングリッシュホルンの音色を模倣することを目的としたもので、1929年と1930年にのみ、 生産された。この楽器は、ロー A からハイ G までの大幹を持っている。コーンのメゾソプラノは、目新しい楽器とみなされていたものの大強行の経済状況により、市場が縮小したため、同様に生産期間は短かった。ほとんどが、コーン社の修理訓練の対象として使用された。1920年代の珍しい設計の中で、最も成功したのは、 キングのサクソロであった。基本的には、まっすぐな B ソプラノであるが、ネックが少し湾曲していて、ベルが先端にある。HN ホワイトカンパニーによって制作された。このいった楽器は、今では4000ベイドルもの高値がつく。その持続的な影響力は、カイルベルト、ランポーネカッツァーに、LA サックス、サックスダコタ USA などの多くの会社が、ストレートバワ ティップ、ベルのソプラノサクソフンを、サクソロとして販売していることに現れている。二つの1920年代の編集への関心は、ジャズミュージシャンのラサーン・ローランド・カークによって復活した。カークはブッシャーのストレートアルトを、ストリッチ、サクソロを、マンジーロと呼んだ。ブッシャーのストレートアルトは市販品であったが、マンジーロは特注の大きなベルと改造機装置を持つ、 サクソロであった。より最近では、メゾソプラノ、または、その現代的な編集が、ジャズミュージシャンのアンソニー・ブラックストン、ジェームズ・カーター、ビニー・ゴリア、ジョー・ロバーノによって使用されるようになった。オーケストラのシー・ソプラノに似た、大きさの、ポントラールとサクソフォーンは、20世紀後半に、カリフォルニアの楽器製作者、ジム・シュミットによって開発された。 ボアが大きくなり、新しい運指システムが導入され、超と音域以外は、シーソプラノに似ていない。エッペルハイムのサプリオサクソフォーンドイツ、ミュンヘンのベンディクトエッペルハイムは、サクソフォンの最高音域と最低音域に、最近の新しい手法を取り入れた。ソプリロサックスは、ピッコロの大きさのまっすぐな楽器で、上側のスピーカーホールが、マウスピースに組み込まれている。 元のサクソフォーン族を拡張した、この楽器は B、ソプラノサクソフォーンよりも1オクターブ高い音高になっている。1999年にエッペルスハイムによって開発されたチューバックスは E、コントラバスサクソフォーンと同じ音域、同じ運詞で演奏することができるが、その光景はコントラバスサクソフォーンよりも狭く、その結果、よりコンパクトで、 よりリード感のある音色を持つ楽器となった。より小型のバリトンサクソフォンのマウスピースとリードで演奏することができる。エッペルスハイムは C と B のサブコントラバス、チューバックスも制作しており、校舎はこれまでに制作された中で最も低音のサクソフォンである。2000年代に開発されたサクソフォン編集の中でもベルギーの楽器制作者、 フランソワルイが2001年に発明したダブルソプラのサクソフォンアウロクロームはその代表的なものである。1950年代以降、非金属製のボディを持つサクソフォンが時折生産されるようになった。こういった楽器は耐久性や修理性、キーアクションや音色の不備など多くの問題を抱えており受け入れられなかった。最もよく知られているのはチャーリーパーカーや オーネット・コールマンが短期間使用した1950年代のグラフトンアクリル製アルトサクソフォンである。この楽器は手頃な価格のモデルとして10年以上生産された。ポリカーボネート製のビブラートサックスは金属製サックスに代わる低価格モデルとして生産されている。木製サワットサクソフォンはタイで小規模に生産されている。 ボディ素材が音に与える影響については意見が分かれる。サクソフォンの運指は楽器が発明されてからわずかな変更しか加えられていないが、一つ目の開いた男の下のキーが閉じているために一部の音の反応に影響を与えたりわずかに弱まるなど音響的な問題を内在している。また、キーセンター間に触覚の一貫性がないため、 キーセンター間を移動する際に余分な努力を必要とする。このような音響的な問題と原初の運指システムの厄介な側面を改善するための以下の2つの努力は注目に値する。ルブランのラッショナールおよびシステムサクソフォンは一つ目の開いた男より下の閉じたキーに関連する音響的な問題を解決するために設計されたキー機構を持つ。また、 他の運指を半歩先の運指と一致させながら一つのキーを押し下げることによって音階の半音階移動を行うことができる。ルブランシステムの特徴のいくつかは1950年代と1960年代のビートモデル35サクソフォンに組み込まれていた。システムの利点にもかかわらず特定のキー機構の複雑さに関連した費用と 機械的信頼性の問題によって受け入れられなかった。半音解削ソフォーンは楽器デザイナーであり、ビルダーでもあるジム・シュミットのプロジェクトである。キーに関係なく全ての音程感の触感と論理的な一貫性を最大限に高め、一つ目の開いた男より、下の閉じたキーに関連する音響的な問題を回避するフォーンを開発した。いくつかの試作品が制作され、 展示会で発表された。この独創的で高価なサクソフォンの生産は、個別注文制である。サキソスでバンブー。アルゼンチンのアンヘル・チェンペードロ・デルリを制作。安価なキーを持たない、民族版、竹製サクソフォンが20世紀に、ハワイ、ジャマイカ、タイ、インドネシア、エチオピア、アルゼンチンの楽器製作者らによって開発された。 ザフーンと呼ばれるハワイの楽器は1980年代に考案されバンブーサックスとしても販売されているがその円筒形バアはクラリネットのものにより酷似しておりキー装置の欠如によってリコーダーに似た見た目となっているジャマイカで最もよく知られている同様のタイプの竹製サクソフォンの開発者はメントミュージシャンで楽器製作者のシュガーベリーであった インドネシア、スラウェシ島のミナハサ族地域では、様々な大きさの丈、サクソフォーンと金管楽器からなるバンドが存在する。これらの楽器はヨーロッパの楽器を模したもので、現地の材料を使って作られている。同様の楽器はタイでも生産されている。アルゼンチンでは、アンヘル・チェンペードロ・デル・リオとマリア・アナ・ガルシアが1985年から、様々な、 大きさの竹製サクソフォンを生産してきた。大型のものは低音を演奏できるように竹製キーを持つ。多くのウィンドシンセサイザーはサクソフォンのように演奏、指奏される。現在、アルトサックス、テナーサックス、バリトンサックス、ソプラノサックスの4種類が最もよく使われる。また、ソプラニーノサックスやバスサックスも使われることがある。 クラシックではアルトが、また、ジャズポピュラーではアルトとテナーが標準的に用いられる。セルマー、ヤマハ、柳沢は生産本数が世界屈指でサクソフォーン三大メーカーと呼ばれる。これにクランポンやカイルベルトなどたメーカーが追従する形となっている。ありがとうございます。